一緒に配ってくれてありがとうございました、ね、みんなすごい喜んでくれてましたよ大変でも頑張ってるおいちゃん見てみんなパワーもらってくれたんだな。よかった。で、住みたいっていうようなお話を聞いてて、いつから入れるのか、直接来れば聞けるって言われたんで、予約リストに入れますから、現場が来たら連絡します。じゃあ、予約入れとくので、その時にお互いマッチングできる。すいません、よろしくお願いします。どうぞどうぞ。すいません、電話が欲しいんだ。うん、欲しい。携帯欲しいんです。完全に、今日でもいい。ドコモショップに一回先行きたい。一回行ってみます。予約取れてよかったですね、うん、これで僕に連絡が来るんで、住めるってなったらすぐ引っ越しましょう、うん、ね、うん、ありましたね、うん、じゃあ行きましょうか。携帯今日変えれたらいいな。そしたらいつでも連絡取れますもんね、うん、どうしたのおいちゃん。うん、2人でね。え、本当に？やめてよ、そんなのもらえるわけないじゃん。いや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 、うん、本当にいいの、ありがとうございます、うん、やっぱり優しいね、おいちゃんはね。また僕たちいろいろお手伝いするからね、何でも頼ってくださいね。お疲れ様です。なんかこうやって見るともう親子みたいだね家族になれるね、うん、よし行こう。あ、いや今日最初おいちゃんいなかったからね、びっくりしたけど、最終的にね、あのおいちゃんとちゃんと出会えて、お弁当もね一緒に配ってくれて、本当に思い出に残りました。よかったね。携帯電話もうすぐだから、また一緒に行きましょう、ね、あじゃあおいちゃんまたね、元気で。よし、どうもー、ゆっくり休んでください。いやー、おいちゃんの元気な姿見れてよかったし、まさかおいちゃんが最後にお礼がしたいってことで一緒にお弁当も配ってくれて、おいちゃんのね優しさにみんなも笑顔になってね、素晴らしい空間だったね。あんなこと言うと思わなかったね。今日はでも体調良さそうだったもんね。まあでもおいちゃんがね少しでも笑顔でいられる時間を増やすのも僕たちの仕事だから。じゃあ僕たちも帰ろうか。帰ろう。よし、はい、ってことでね、今日もね、お弁当配りの人助けライブ始めていきたいと思います。毎週月曜日ね、お腹を空かせてね、路上で生活されてる方たちにね、お食事をお配りしてるんですけども、今週もね、それをやっていければと思いますね。まずね、今日の献立からね、発表していきたいと思います。今からおいちゃんとこ行きますからね。ねえ、おいちゃん眠くないかなってことでね、早めに行きましょう。これからおいちゃんのとこ行くんですけど、多分なんですけど家の中でもね大騒ぎできないんで、こっから先ねコメントとか読めなくなっちゃうかもしれないんですけど、よろしくお願いします。おいちゃん家にあるから明日一緒に持ってきますから、あ、いいね。おいちゃんにね、サプライズプレゼント、腰と肩こりのね、うん、曲がってるやつ、うんうん、
おいちゃんはね、肩痛いとか、腰痛いって言ってたから、ね、これで、こうずーっと自動でできるやつ。じゃじゃーん。すごいですね。これで、こうやって、こうやってできる。で、押すと、で、自動で、バトバト。ありがとう。ありがとう。ありがとう。ぬるいやつ、オッケー。じゃあ、明日その塗りやつ買いましょうか。僕、自転車で探してくれ。免許病理科のやつの全部つる。あげるやつ全部つる。あ、そうね。あとね、これはちょっと前に大賀久美子さん、久美さん、ね、が水筒を作ってくれたと思うんだけど、その大賀久美子さんからおいちゃんに頑張ってくださいってこれもらったんですよ。僕もまだ中身見てないからちょっと一緒に見てもらっていいですか。ハートになってる。あ、すごい、かけるやつ、すぐ消せるやつ、何回でもかけるやつもらいました。こんなの開けていいですか。開けさせていただきます。これ多分お手紙。まあ、これでいい。これ見てる。ありがとうございます。新米なるお茶で、久しぶりです。クリームは私がお手伝いで作った水筒を食べてください。ありがとうございました。その時にクーミンちゃんありがとうってビデオメッセージをいただき、とても嬉しかった。クーミンさん、ありがとうございます。クーミンちゃん。親愛なるお兄様へ、大賀久美子。あ、嬉しいですね、これね。おいちゃん、みんなもね、応援してくれてるよ。これ、ちゃんと入れておきますから。これ、いいね。あ、嬉しいね。ありがとうございます。ほら、お守り。編んでくれたんだ、これ。すごい、よかった。ありがとうございます。中身開けて箱だけ捨てましょうか。ね、かける。で、こうすると多分全部消えると思う。で、消える。消えた。その中に入ってみて。すごい。いつもありがとうございますって書いてくれた。俺も泣きそうだよ。ありがとう。
2回押しです、この子。2回押したら消えるから、これからなんか話したい時とかにこれ掴めば楽だと。これもクーミンさんが作れたから優しいね。本当にいろんな人に優しくしてもらってさ、生きられるんだね。夜遅くにありがとうございました。ありがとうございます。また来ますね。明日お昼がいい、携帯行く。じゃあお昼頃来ますね。ゆっくり寝てね、おいちゃん。またね。喉パンパンに腫れてたんで、急遽ね CT 検査を受けることになりました。